シンガポールライオンズとは、マレーシアサッカーリーグに属していた、シンガポールのクラブチームである。1921年、マレーシアサッカー協会が発足し、その最初の公式戦として、マレーシアカップが開催されたと同時に、シンガポールサッカー協会クラブは結成。当時のマレーシアサッカーにおいては、当チームとセランゴール FA の2強が中心であり、シンガポール FA は、 国家独立後も、マレーリーグに属し、1970年代まで19回の優勝を誇る強豪クラブであった。サポーターは、シンガポールの国名の由来のサンスクリットにちなみ、シンガポールライオンズというニックネームをつけたほどである。その後1980年代は、低迷が続き、優勝は1985年以後とざかり、 優勝争いは、クアラルンプール FA などに譲る状態が続き、主力選手もライオンズから離れるという事態も続いていた。低迷が派のため1990年代に戦力補強による底上げを行い、1994年のシーズンで9年ぶりにマレーシアリーグを制覇するとともに、マレーシアカップも優勝。マレーシア2冠に輝いた。ところが、疑惑が起きたため、 マレーシアサッカー協会はこの年限りでライオンズをリーグから追放することを決定し、1995年は S リーグの前身となるシンガポール国内リーグに参加し、優勝してこの年限りで事実上解散。シンガポール協会は自国のサッカーレベル強化に努めるため1996年から日本の J リーグを模範とした S リーグを立ち上げて、 国内各地にチームを結成するようになった。その後、ライオンズの撤退から18年が経過した2012年、マレーシア・シンガポールの両協会は、両国の若手選手の国際経験を積ませることを念頭に、若手選手によるクラブチームを互いの国内リーグに派遣させることを発表。シンガポール側は、シンガポール・ライオンズ12をマレーリーグに、逆にマレー側は、 ハリマウムダを S リーグにそれぞれ派遣させることになった。ありがとうございます。